皆さんこんばんは、ジェキーです。本日もロボトミーコーポレーション続きからやっていきたいと思います。はい、というわけでね、デイ4やっていきましょう。もうねまたまたね、ちょっと日が空いちゃってあんま覚えてないんですが、まあでもコントロールチームしかないからね、いけんじゃねえかなやっていきましょう。とりあえずこいつマッチガールは洞察のオリバーとアダムどっちかで回していくって感じだよね確か。でオールドレディはなんだ、愛着か。愛着レベルすげえ高くなっちゃったなこいつら3人ともマックスいくんじゃないのこれ。マジか。ちょっと愛着だけこんだけ高くてもなんか微妙な感じするけどな、ステータスの偏りが。とりあえずね、サマーかな。うん、オッケー。でこいつ新しいやつなんだろうな、累計時間が出てるからなんか普通のアブノマリティではないんだけど、とりあえずポールに行ってもらうか。よし、こんな感じでスタートしていきましょう。さあみんな頑張れ。これなんだろうな、あわかったな。内側にトゲトゲでこのなんかかぶせる用のあれがあるってことは、蓋があるってことは、これはアイアンメイデンですね。どうなんだこれ、使うとどうなんの。うわ、躊躇なく入ってった。使用中止、使用中止。あ、ちょっと待って、え、これ死ぬんじゃないの。え、ちょっと待って、でもポールの HP 減ってないな。なんだ、オールアラウンドヘルパーが家庭で大きな人気を集め、家庭用ロボットシリーズの第2弾として発売されました。何が家庭用なの家庭用拷問器具ですか。対象の中に職員が入ると継続的にエネルギーが生産されます。へえ。でもさ、使用中止できなかったんだけど、これ勝手に解放されるのかな、どうなんだ。あ、終わってる。次の人を送り込もう。洞察のサマーかな。オッケー。さあどうだ、使用中止が押せない。あ、死亡死亡って出たけど、なんで、え、何、なんで死んだの。何でも変えて差し上げます。はあ、なんだ継続利用系。おお、なんかわかんないね、ハングル文字かな。なんで死んだの、なんか足んなかったのかな、愛着さんじゃダメだったのかな。じゃあちょっとここがオリバーが終わってからアダムが入るんだけど、そしたらオリバーにこっち行ってもらおうかな。オリバーなら耐えられるかもしれない。さあここか、暴走したのは。よし、こっちにそのままオリバー行ってもらって、どうなるかちょっと見てみよう。入ったまた同じ未来しか見えないけどちょっとどうなの。とりあえずマックスウェル行って、でこっちに洞察のアダム。オッケー。そんでどうなんすか、
あ、レベルに行った。コーポレーションの様々な機能が内蔵されています。何この黒塗りみたいにされてんの。一度職員が対象の中に入るとレッドダメージを受けます。中の職員は出ていくことができず最終的に死に至ります。死亡確定かよ。マジで。え、じゃあもう死んだじゃん。なんだ、どうすりゃいいんだ。どうもできませんってことか。ポールが死んでる。で、とりあえずサマーに行かせよう。あー、 HP0 になった。なんだ、全然解放できないしね。1分40秒まで持たせるって無理じゃない？どういうことだ、こいつをやる意味あんのかな。とりあえずちょっと今回は全員死亡覚悟でこいつに送り込み続けるか。終わったやつから。さあ、あ、終わったね。塩サマー行ってこい。噛んじゃった。行ってこい。どうだ、これでとりあえずどんなやつかっていうのだけ知りたいな。マクスウェル洞察生かして、でマッチガールはとりあえずあれだな、一人しかいなくなっちゃったからな。あー、作っちゃおう防具。オッケー。いやー、これよくわかんないな。3人目3人目っておい、もう死ぬの分かってて送り出す、こっちの気にもなるよ。あ、3まで行った。うわー、血が飛び出てる。3人目おい、ちょっと待ってくれよ。アダム行ってこい。で、子供が言うことは聞いてくれないって？変えて差し上げましょう。自分の体型が気に入らない？変えて差し上げましょう。貧乏で家もない、電気もないって？変えて差し上げましょう。エネルギーの量は時間が経つにつれて増えていきます。はあ？はあですよ。これはじゃあ、とりあえずこれレベル4までアダムに上げていただきたいかな。どういける？これ1分10秒とりあえず。あ、レベル4いってる。使い方はとても簡単。機械の中に入り閉めるボタンを押すだけ。今すぐ全てが良くなるでしょう。このアブノマリティはクリホト暴走の影響を受けません。受けないんだ。はあ、じゃあラストラスト1人行きましょう。マクスウェル、これで何が起こるか。レベル4いってるけどね、もうまだ足んないんだね。レベル 5?5 なんてないもんな。まあでもレベル4以上でもなんかわかることはあるのかな。どうだ、あと何秒なんだろうな。マックスウェルで耐えられるかな、この必要時間を。どうでしょう、マックスウェル、耐えろ。 HP が尽きるまで、その時まで頼む。全員死亡。わかんなかった結局。でもさ、クリフォート暴走の影響受けませんってことは、そもそもこいつに構う必要が一切ないってことかな。エネルギーが溜まるっていうことは、なんかその無理やりでもこのエネルギー貯めたいなっていう時に放り込めばいいってことかな。
わすげえ孤独で満たされてる。ちょっとじゃあやり直して再挑戦であいつに構わない方向で行こっかな。スタートしていこっかな。 OK、 よし、とりあえずちょっと私の方でいろいろやっとこうかな。さあそろそろ終わりにしようかなと思いまして止めました。っていうのもね、ちょっとね、行かせるの気づくの遅れて、こいつがもうね、あとカウント2秒しかないところでちょっと間に合わなそうだったから終わろうかなと思ってあぶねー、なんか暴走しちまうとこだった。よし、行きましょう。まあまあ、でもまあちょっとだけだけどね、稼げたのでいいんじゃないかな。で、業務を終える。はい、よし、これでデイ4が完了。次デイ5。さあ、悲惨だったにしてみよう。まあ関係ない。 OK。 さあ、この先どうなるんでしょうか。あ、そっか、デイ5はまだ新しいやつは出ないのか。いや、でもこいつアイアンメイデン、これ何もしなくていいっていうのがすげえ楽だな。結局何もしなくても何もなりませんでしたなんかね、もう何もしない本当に。だからまあ、この5人で3人を見ていく感じ、それだけなんだよね。まあ、それでいいのかな。とりあえずやっていきましょう。変わんないでしょう。よし、洞察、よし、オールドレディは愛着マックスウェル、マッチガールは洞察のどっちにしようかな。オリバー、行ってらっしゃい。まあ、こんな感じでとりあえずこの日も変わんないだろうと思いますので、何かあるまでカット。さあ、マッチガールが逃げ出した瞬間なんですけど逃げ出しちゃったので業務完了しましょう。よし、なんかこの逃げ出したところで終わるとあれなんだっけ、なんかペナルティあったんだっけ。まあいいや業務終えます。 OK、 よし、 Day5 が終わった。で、 Day6 から新しい部門ですね。ウェルチアース、なるほど。で、これなんだ、 T0627、 これは決して忘れてはならないその日の記録です。なんだ。で、あと妖精、いやー、どうしよっかな。でも1体目はなんかそのちゃんとしたやつじゃないと危ないよね。ちゃんとしたやつっていうか、なんかそのなんだろう、この日に戻っても大丈夫なような安全なやつっていうのを1体目は置いといた方がいいよね。ってことは妖精かな。ウェルチアースでもいいけどね。あー、でもウェルチアースの方がいっか、回しやすいか、こっちの方が。ただなんかなんだっけ、大成功じゃないとあれだっけ、死ぬ確率があるんだっけウェルチアースってなんか無双されたよね、ちょっと前に。でもまあウェルチアースが一番いいかな。妖精はなんか変なの取り付いちゃうもんね。ウェルチアースにしましょう。オッケー。さあ、新しいチーム、情報チーム解放。よし、
いやまあでもそんな変わんないか。ウェルチャースがいるだけだもんね。そんなに心配はないかな、初日は。とりあえずアラを雇用、そしてジョージア、いい名前だね。よし、エメラルドマウンテン美味しいよね。さあマキ、日本人かな。でイージーオーリストの、どうしよう、何持たせよっかな。マッチのこれすげえなバズーカみたいなやつじゃん。20から30もあんの、クソ強じゃない。どうしよう、何持たせよっかな。あでもなんかこれちょうどいいんじゃない、ホワイト武器全員持たしちゃって、それでいいんじゃないかな。オッケー、よし。あでもマッチのやつ誰か持たしとくか、必要条件ないもんね。じゃあオリバーかな。あポール消しちゃった、ポール消しちゃったからポールにしよう。オッケー、いやー強そう。でアラが誰じゃねえ、どこにしよっかな。あーでもこれでいっかな、ウィングビート。あとは何か手に入りやすいのあったりする？あってもそんなに強くないもんな。ウィングビートでいっかな。とりあえずね。今はこれにしよう。よし。こんな感じで行きましょうかね。あーでも、ちょっと待って。ロボトミーポイント結構あるな。どうしよっかな。なんか前回のプレイでさ、ポイント結構こう余らして死んで終わったよねなんか別に使ってってもいいのかもしんないなっていうのちょっと思ったんだけど、まあでもまだいっか、まだそんな困んないもんな。よしやっていきましょう。あでも困んないって言ってもこっからあれか、アブノーマリティのあの外れたやつら、弱っちいやつら、あいつらが暴走し始めんのか。あでちょっと待って、洞察やべ、オリバーとアダム洞察しすぎて3になっちゃったから普通になってる成功率。これだとまずいんだよな。確かマッチガールは採用結果普通な場合クリフォトカウンター減少、これまずいんだよな。悪い場合減少だから普通も悪いもダメなんだよね。だから良いにしないといけないってことは、洞察が2以下のやつで、なおかつ本の体力が高いやつじゃないと体力ダメージめちゃくちゃやってくるから、そういうやつを配置しないといけないんだけど、身長が超えちゃったんだな。じゃあ一回サマーとかで様子見て、もし死ぬようだったら、この日をやり直します。それでいこう。でポールとマックスウェル、こんな感じでいこっかな。オッケー、たった一つので、みんなのなんだ勇気、最大体力を今上げています。ちょっとそれをやっていくことによってみんなの底上げができるんじゃないかな。成功率は高いだからちょい微妙なんだけどね。まあまあまあ高いならいいでしょう。オッケー、さあどうでしょう。あいいね、
いいじゃん、ダメージ受けてない。あ、ちょっとサマーは相性いいのかな。これはでかいぞ。とりあえずポールに行かして、あ、いいね、マッチガールとサマーマッチガールとサマーってなんか曲名みたいになっちゃったな。ウェルチアースはどうしよっかな、マキでいっか。オッケー、オールドレディが暴走、よし。洞察のサマーで、オールドレディは愛着のマックスウェル。あ、待って、オールドレディもうそろそろこっちら辺のやつら生かしちゃっていいかな。オリバーかアダムか、とりあえずオリバーで。オッケー。いや、いいね。もうここにいたやつらのさ、愛着はたった一つの音をオールドレディによってめちゃくちゃ育てられたから、だからマッチガールに専属で行ってた2人を今度オールドレディで、愛着を上げていくと。そうするとクソ強軍団になるんじゃないでしょうか。で、マックスウェルはたった一つので体力を上げていくと。いや、いいね、だんだんシステマティックになってきた。マッキー、さあマッチガールもいい感じで進んでるね。サマーとマッチガールの相性いいな、これはいいですよ。で、こいつが暴走しないのも地味に本当に助かる。すげえいいやつだ。洞察の、でもサマーちょっと食らっちゃったからポールにしとこう。オッケー。さあこれで、ね、どっか手が空くかな。ここが来そう。オッケー。業務完了できる。ただちょっと育てていこうかな。よし、こっちでやっておきます。少々お待ちください。お、疑問、ここか。あれ、なんかちょっと強いやつか。どうだろう、いけるかな。一体だね、一体なら別にいけそうな気も。あ、二体いる。待って、ウェルチアース行ったね。じゃあとりあえずこっち倒せたら、あ、お、こっちでやってる。いけるかな、ちょっと待ってね。大丈夫かな。サマーにも鎮圧来てもらって、ポールが、アダムが死ぬ、危ねえ、アダム危ねえ。あ、よし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 、いったね。で、ちょっと待ってね、一回みんな帰ってもらって、一回休憩しよっか。あ、ちょっと待って、なんか戦っちゃってんな。あら、あらが、どうしよっかな。鎮圧はとりあえず命令終わっといて、逃げれるよね。で、こっちが回復したら、こっちのメンバー送るかな。どうしよっかな。マックスウェルはいけそうかな。マックスウェルでも変わんねえな、こっちのメンバーとステータスが。あいつはマジで愛着しかねえかんな。オリバー、オリバーいける？ちょっと HP 重なって見えねえな、これ。オリバーの HP どうなってんだこれ。いけっかな、行かせるか。で、あとは、あ、サマーもいけるね。よし、サマーも行かせる。そんなもんかな。じゃあアダムはとりあえず回復に専念してもらって、ポールも回復してもらおう。で、あ、いいね、もうちょいで到着する。
ってことで、こっちのメンバーも大丈夫かな、エチピア。じゃあ行かせましょう。6人なら一瞬でしょ。いける、頑張れ、みんな頑張れ。さあどうでしょう。あ死んだ一人、くえ、うわやべ、狂っちゃった。大丈夫か。あ死んだマジか。いや、あ死んだちょっと待ってほぼほぼ壊滅になっちゃったじゃんこれ。ちょっとそういうことじゃないのよ。違う違う違う、4名死んでる。これは戻りますよし、わかった。あの暴走が起きる前に、私の方の作業も終わろっかなよし、やっていこう。お、完全色が出てきた。マジか、嘘だろまだ全然何もやってないよ。今達成した瞬間だからね、業務完了出た。マジでこれでも終わっとこう。もどうせ死ぬでしょみんな。今日の業務終えます。オッケーよし、逃げ切った。これでデイ7、次わーどうしよう。母なる雲、雲はちょっとあんま良くないな。妖精ね。で T0299、 お願いだ、私の夢を食べてくれなんだろうな、なんかちょっと小説のタイトルとかでありそうだな、ラノベとかね。ちょっとでもこいつ気になるよね。次はこいつにしようかな。よし、スキップしてジョホチーム解放。さあこれで、ね、やつがどんな感じのアブノーマリティか。うわ、管理方法6まである。嘘、めちゃくちゃじゃないこいつ。でもポイントは少ないね、2で解放できる。はあ、ちょっとどんなやつか想像つかないな。まあでもとりあえず、あ一人雇える。一人雇って、はい、オリーブ。オリーブ、はあいい名前ですね。オリーブさんはこの赤いやつ持ってもらって、防具は妖精ちゃん、かわいいいいね、こういうなんか真面目そうな感じのやつがなんかこういうの着てるのいいね。あでもこいつ陽気なやつだった普段から着るやつだ。まあいいでしょう、とりあえずこれでいきましょう。スタートで、いつも通り設定していきましょう。まだでも精神レベル3にはいってないのはいいね。精神じゃない、身長か。とりあえずサマーにやらせて、でオリバーで、こいつは本能のマックスウェル。オッケー。でなんだ新しいやつ、え何こいつすげえ気持ち悪い、この部分とか。何怖いな。とりあえずウェルチアースに、じゃあオリーブ行かせよう。どうしよっかな。とりあえず本能で行かしてみよっか。今一番強いマキに行ってもらおう。オッケー、これでスタート。どうなるかな、ちょっとわかんないね。こいつ本当にどんなやつなんだろう。なんだカタツムリみたいなのがくっついてる、あれ
何あれ、形がよくわかんないな。あーでもダメージ受けてる。あ、ちょっと待って、暴走したのは、まあ大丈夫か。あまだ大丈夫。あーでもマキダメージ受けてんな、結構やば。もう半分ぐらい持ってかれてんの、精神力。あーすごいダメージ、 NE 出るとやばいな。ちょっとまずいなこれ。あ、ちょっとまずいですよ、ちょっとまずいっすよこれ。全部 PE で行ってくれ、頼む。やばい、どっちだ。いや、あーダメだった。連れてかれた。雲の上に乗ってる。これどうなんの、これがカウントがなくなると。あ、寝てるだけだ。誰かに行かせると、あ、死亡になってる。どうなんでしょう。とりあえず他のやつも行かしてみよう。それで様子見ましょう。で、多分というかこの日は一回やり直しかな。うん、誰も死なない未来へ行きましょう。一回だからなんとなくで命令出しといていいかな。 OK。 どうなんのこれ、死の眠りに、永遠の眠りについちゃってるけど。あ、そのまんまなんだ。そのまんまなんですね。あーでも NE ボックス出ちゃってるな。え、これ、あ、ダメだ、洞察は絶対ダメだ。あーらららら、あらだけに、これは持ってかれますね。どうしよっかな。そしたらこれ2人目寝るとどうなんの、この場所。1人もう占有してますが。あ、意外とでも PE が溜まってきた。あれ、いけそう。あ、いけちゃったね、これは。これは NE 出ても、あ、いけませんでしたね。あ、かぶった。重なった2人目。マジか。いや、他のやつも、いや、一回見よう。じゃあ、愛着か抑圧か。抑圧してみようか。どうなるかな。一回もうスピードも早めて見てみよう。あ、なんか完全色出てきたけど、とりあえず気にしない。気にしない方向でいこう。あ、オリーブもまたダメージ受けてんな。NE 出てんな。ってことは抑圧も違うのか。じゃあ愛着、愛着にすれば全てうまくいく。あ、脱走した。脱走アブノーマリティか、こいつ。あ、なんだ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 、なんか魔法放ったぞ。なんか魔法放ってる。あの光に触れちゃいけない気がする。とりあえずジョージアがいるから戦ってもらおう。どのぐらい強いのか。あ、なに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 。見た目なんかちょっと予想と違ったな。あれ、そういうタイプなの君。普通に戦ってんじゃん。でもなんか意外とジョージアでも戦えるぐらいのやつなんだな。みんなで鎮圧しに行ってもらおう。なるほどな。あ、完全色出ちゃった、まずいな。あ、放った、今ポールが放ってる。すげえ、クソ強い。あの銃めちゃくちゃ強い。あ、終わった、終わりましたね。はあ、あ、戻ってきた。なるほど。いやー、こいつなかなか厄介なやつなのかもな。ちょっとポイントがあるので管理方法だけ見て戻りましょうかね。
時制レベルが2未満の職員が作業に向かうと、作業終了後に収容室で眠ってしまい、二度と目覚めることはなかった。時制レベル2か。それがまず足りてなかったね。で、管理方法に、作業結果悪い場合、クリフォトカウンターが減少した。なるほど。で、クリフォトカウンター減少したで、脱走した際、T0299 の光を浴びた職員は眠りに陥る。管理人が直接彼らを揺さぶることで眠りから覚ますことができる。あ、私が何か手を加えるのか。ほう。4。T0299 は脱走してから一定時間が経過した後、自らの収容室に戻った。あ、放置しておいても大丈夫なんだ。まあでも、なんか眠りに落ちても私が何かできるんだったら、そんなに脱走しても悪い結果にはならなそう。で、注意、このアブノーマリティが脱走している時に鎮圧を試みると、アブノーマリティの姿が変わり攻撃性を見せる。この形態のアブノーマリティを T0299-1 とする。なんか違うアブノーマリティっていう感じのあれなんだね。なるほど。で、6。 T0299-1 はしばしば大きな声で泣き声で泣き、部門全体にホワイトダメージを与えた。光によって眠っていた職員がこの泣き声を聞くと目を覚ましパニック状態になった。あ、まずいね、それは。そっか、じゃあ脱走したらなんかあんま触んない方がいいかもな、なんかこいつは。で、あと6ポイントあるってことは愛着見よう。あ、愛着だ。愛着持って接しないとやっぱダメだね。なるほど。じゃあ一回戻りましょう。今日という日、ありがとう。戻ります。再挑戦でいいかな。OK。といったところでね、録画時間がだいぶいい感じで来てしまったので、ここら辺で終わりたいと思います。次回、このね、夢見る、名前わかんないけど、こいつをね、攻略するところからやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。